広島カープ塾始めます。今日はですね、森下投手が新人王決まりましたので、ちょっと森下投手話してみようかなと思います。あ、お願いいたします。はい。でやっぱりもう成績から言って圧倒だったのかなと。成績を見上げますと10勝3敗、防御率1点台 1.91 と、18登板18先発半投に半分1、無四球1、もう圧倒的ですよね。まあ、防御率1点台というので、はい、1.91 ですからね、これで多分優勝してたら、MVP も狙える成績になるので、そうですよね、10勝3敗ですから、そうですよね、勝率も高いですしね、高いですし、防御率1点台ですので、優勝していればということにはなりますけれども、MVP を取れる波の活躍ですから、そうですね、これはやっぱり新人王ということであれば、個人のことであれば、やはり戸郷投手は後半ね、勝ち星伸ばせればよかったですけれども、結局勝てませんでしたので。そうですね、ここ10年のセパ両リーグの新人ピッチャーで見ても森下投手っていうのはまあ結構なレベルなんじゃないですか。どうでしょう。そうですね、ちょっと他はいないに近いかなと。そうですよね、はい。もういろいろデータが出てまして、今年1年間の森下投手フォーシームストレートですね、はい、配球は 50%、平均球速148キロ、次に多いのはカットボール 25%、 平均球速136キロ、次はカーブ 14%、 平均球速112キロ、次は 11% チェンジアップ、平均球速130と、4種類ですから、まあ今の先発ピッチャーにとってみると球種は多くはないなと。多くはないですね。なので課題になるのは多分ストレートになるとは思うんですよね。はい、うんうん、結局多分来年になると空振りが取れた、ストレートは多分空振りはもう取れないと思った方がいいと思うので。あ、相手もね、緊急してきますからね。なおかつジャイアンツはまず空振り取れないと思うんですね、ソフトバンクにあれだけやられたので。あ、そうですよね。その意味ではその4種類しかなくて、まあ、球は速いんですけど、コントロールも結構トップクラスにいいんじゃないかなと思って、フォアボールも少ないんですよね。そうです、なので空振り取れないのかなと。そうですよね、トップクラスにコントロールがいいってことは、そこを狙ったところにボールが来ますので、あれだはピッチャーではないということですね。ことですね。そうですね。なのでもう少しこうボールを今度は低めに投げるように、まあ、高めは本当に高め、低めは本当に低め、うん、っていうのをもう少しメリハリをつけないと、うん、そうですね、大変にはなるとは思いますけれども、まあ、とりあえず、まあ、あとはゆっくり休むことですよね。そうですよね。今ね、球種とか、まあ、それ割合とかって話をしましたけども、投球フォームも、まあ、上からこう投げ下ろすっていう、本当の意味のオーバースローですし、まあ、こう上体を反らすように投げますしね、はい、パンチをつけた縦に割れるようなカーブっていう、そうですね、はい、厚しい感じのピッチャーだと思いませんか、実況、どうですか。そうです、やりの違いはあるんですが、やっぱり中日の今中投手なんか見習った方がいいかもしれないんですよ。あ、はい、そうですね。カーブを投げてストレートが速くて、はい、で球種もさほど多くなくて、今中投手のカーブの方がもっといい人、もう一つ緩く曲がる感じですよね。もう一つ緩く曲がりますね。そうですよね、まあ、素晴らしかった。はいですね、そうですね、はい、そちらの方が、まあ、体型も投げっぷりも似てるのかなと。はい、新人王と書
カープでの新人王ということでいうと、一つ前が、大瀬良投手ですかね。はい。そうですよね。その前は誰でしたかね。野村雄介投手ですかね。野村雄介投手になると思います。そうですね。その前は誰なんですかね。その前は誰ですかね。まあとまあ、ここ10年で見るとこの3選手ということですよね。そうですね。まあ、カープも打者よりも、まあ、当然ね、その新人王の割合というのは、あの投手が絡んでくると、投手が取るケースが多いものですから、そうですよね、投手の方が選出されやすい気はしますよね。します、あの打者と打者の勝負だと、まあ、打者なんですが、打者と投手の勝負だと、やはり若干投手の方が。うん、特にセリーグは有利なところがあるかなと。そうですね、なかなか完投できないし、そういった勝ち星とかで上げると目立つっていうのがまずありますよね。ありますね。まあ一つ、まあ、沢崎投手とか、あとは笹岡投手とかですかね、新人王。そうですね、新人、笹岡投手は特別ですよ。新人王は多分与田投手がその時は、うん、あ、だからカープだと川端投手とか、例えば津田投手とか、うん、ラブシューだと多分小早川選手ぐらいしか新人王だと、はい、そうですね、新人王になると、まあ打者の場合はあと高卒で取ったりすると 3,4 年ね、やっぱりファームにいたりすると、うん、ギリギリその新人王の資格のところで取れなかったりする、うん、はい、まあね、やっぱりそう簡単にね、1年目で試合数経験してても、いきなりね、3割とか打てるわけな選手はほとんどいないので、はい、そうですね、まあ、カープとすると3人連続、まあ、先発タイプのピッチャーで、まあ、新人を取りましたということですね。はい。で3人中3、まあ、50年3人中というと、まあ、森下投手と野村投手は明治大学卒ということもあるし、まあまあ右投げね、上手投げということで言うと、あのまあ私はどっちかというとスリークオーダーに近いかもしれない。そうですね、はい。まあどうですか、3人ともそれがまあ今ね、まあ大瀬投手今年怪我しましたし、沼投手も途中忘れましたけども、一応3人とも先発ローテーションに残ってるわけですよ。残ってますね、はい。なかなかあんまないんじゃないですか、そこ同じ先発ローテーションの中に新人を取った。そうですね、そういうケースは特にあの大卒の即戦力の場合はもっとないかなと。ないですよね。そうですね、そういう面では大きいかなと思う。なので、まあ、怪我をしない、まあ、体作りと、まあ、調整方法は、はい、多分前田健太投手の方がいいのかなと。こちら怪我してませんので。そうですね、そうですね、大きな怪我ですよね。今後どうですか、あの陸上者という体の、ね、ケアを、今年特に、ね、負担が多かったシーズンでしょうから、まあ、気をつけなくちゃいけないと思うんですけども、森下投手からすると、はい、それと来季に向けてはもう当然ね、特にジャイアンツはその初球に対してパワーピッチに対して工夫してくると、そうだと思うんです。あと森下投手的にはなん、まあまだ球数ですね、球種ですね、球種を増やす必要はなさそうですか、ね、私は必要はないと思いますね。あのもしやるんであれば、チェンジアップの精度を上げることになるとは思いますよね。そうですね、まだそんなチェンジアップも 11% ですから、そんないっぱいチェンジアップです。そうですね、チェンジアップ、あのカットボールの比率を下げてチェンジアップを増やした方が、うん、よくなる。まあ、当然全体的にストレートの今 50% ですけれども、ゆくゆくは 30% まで落ちてくると思いますので。そうですね、そうですよね、そこに行く段階によって、まあ、各ボールも多分森下投手、まあ、野村雄星投手も大瀬投手もそうですけれども、各球種の、レベルというのは上がっていくと思いますので、はい、そこの心配はないでしょうけど、まあ、来年というちょっと近めに言うんであれば、やっぱりチェンジアップの精度、うん、そうですね、その辺が入ってくると、また投球の幅が変わってくるかなと。あれであれば逆に空振りを取ったり、もしくは内野ゴロ打ち取るボールにもなりますので、うん、あとこう
ちょっと数字どう表せばいいのか分かりませんけど、まあ、クオリティスタートに近いのかもしれないけど、まあ、投げても18回投げてね、結局10回しか勝てない、勝ててないっていう見方があるとしてもですね、まあ、負けても勝ち星がつかなくても、大崩れする試合が少ないなと思ったんですよね、こうブレ幅が。そうですね、まあ、防御率1点台ですから、大崩れは今年はしてないんですよね。うん、これどうにもこうにもこれ厳しいなというような感じは正直菅野投手よりも少ないなと思いましたけどね、感覚として。そうですね、特にフォアボールで全く崩れる気配がないんですよね。そうですよね、そこがすごいですよね。ここの部分がやっぱり見てても安心感があるのかなと。フォアボールはまあね、出してしまうものではありますけれども、まあ、それが出たからといって大崩れ、要はリズムが変わることはないので、いますから比べられないですけど、右目上手投げでコントロールが良くて、コントロールが良くて、はい、だって制球力も良くて、そのスピードボールも持ってて、縦のカーブ、はい、で完投能力もあると、はい、ジャイアンツの江川卓投手とかですね、はい、あのあたりの投手をちょっと私は彷彿としましたらね、だから懐かしいな。そうですね、もしくは本当入った頃の北別府投手もそうだったんですよね。だ多分スライダーは後から覚えたんじゃないかな、シュートとか。じゃあ今後の森下投手からすると、まあ、今はね直球 50% ですけど、これが 30% か 40% に下がってチェンジアップは若干増えて、ここにスライダーが入ってくるかもしれませんね。カットボール、そうですね、カットボール、スライダー、そうですよね、まあ、曲げるか、大きめに曲げていく、横に曲がる、まあ、カットボールですから、どっちかというと縦に曲がる、ね、縦スライダーに近いですから、です横に曲がるボールが少ないですから、重いのかもしれませんね。そうですね、多分今後はやっぱりそこら辺で、そのボールを覚えていったときに、だん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 両サイドに投げていかないと、真ん中では勝負できない、そうですね、球威になってきますので、まあ、だからそれを大瀬良投手がやろうと思ったんだとは思うんですよね、シュートを覚えたのは。はい、ただ、あれですよね、塾長、これ、そういう今までその我々がスライダーがうんうんと言ってる話というのは、来年の話ですよ、もうちょっと先の話です。もっと先の話です、5年後とか。はい、そういう意味合いですよね。そういう意味合いです。まずはチェンジアップの方で、とにかくゴロを打たすボールは困った時ですよね、はい、要はファールで5球も10球も粘られた時の、はい、やっぱりゴロを打たせる、まあ、前に打たせてしまう、だけどホームランにならないボール、はい、これは多分チェンジアップの精度を上げて、チェンジアップね、厄介なのは高めに行くとホームランボールっていう怖さがありますので、 その精度は必要かなと、はい、まあ、ただちょっと今欠点が見当たらないことが多分難しいと思うんですよね、森下として全部結果が出てしまったので、この課題をどう乗り切るっていう課題らしい課題は見えてるわけではないんですよね、ストレートが急に遅くなったり全然出てないわけではなくて、今のストレートは生かさなきゃいけないボールである以上は、そうですね、やらないといけない、まあ、生かさなきゃいけないのは事実なので、そこが一番森下投手にしてみたらなかなか来年とか再来年、まあ、短期より長期のことを考え、中期のことを考えながらのことがメイン、短期で考えるなら一番はやっぱり怪我をしない、要はどこの体の部分が痛いのか、もしくは鍛えなきゃいけないのかっていうのを把握する方なんでしょうね、一応、まあ、来年のね話をすると、まあ、どういうシーズンになるか、いつ始まるか、何月始まるか分かりづらいところがありますけれども、開幕、まあ、開幕投げるピッチャーはまあエースとしましょうか、仮に、はい。これやっぱり森下投手になる可能性が高い。私は森下投手で行くんじゃないかなと。実質エースということですか。そうですね。そうすると、完投能力が高い投手ですから、その、何ていうんですかね、第2戦、第3戦投げれるようなピッチャーの時の中継ぎピッチャーの負担が下がってきますね。そうですね、
ここはもう大瀬良投手に焦らせないということと、それに対して一番負けん気が強い九里投手が間違いなく譲らないでしょうから。そうでしょうね。ソフトカープとしてはチームとしての投手陣の先発投手底上げ、先発の底上げはできますので、はい、そこら辺で、そうですね、今年2020年よりも先発投手の完投能力とかは森下投手を中心に、まあ、向上すると良くなっていくと、そう思っていいんでしょうかね。そうですね、6回7回まではある程度は安定的に見てられる投手陣になるのかな。その代わり見切りも早くしていいのかなと。ある程度 その長いイニングを投げられるといってもね、毎回毎回投げることを想定するよりかは、長く投げたから次は短くていいぐらいでもいいシーズンになりかねないんですよね、うん、来年もやっぱりイレギュラーなシーズンでしょう。オリンピックがあればそれだけでイレギュラーですし、そうですね、そうでないってことは違う意味でイレギュラーでしょうから、そう考えると来年レギュラーなシーズン、いつも通りのシーズンになる可能性はほぼないです、ね、ないです。そう、それはないです。一目で見てもないってことですね。そうです、どちらにしてもないはずなので、はい、ここはやっぱりベンチワーク、特にカープ若い投手、まあ、ルーキーも含めて来年も、うん、20代前半の投手が多分ベンチの半分もしくは3分の2を占めると思いますので、ベンチがどれぐらいこうケアできるかということはちょっと課題になるとは思います。ただこの新人王、森下投手はもう圧倒的でしたので、ここ近年で見ても多分森下投手が選ばれるだろうなっていう成績ですので、記者投票もう圧倒的でしたね。もう圧倒的ですね、はい、でしたね。吉田ですね、まあ、我々もカープファンとして、まあ、嬉しいことでしたと。嬉しいことですね、はい、本当に久しぶりに嬉しいニュースを聞かせていただきました。はい、はい、分かりました、塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼します。失礼いたします。